嫌な予感がするな。兄貴のことだからこっそりついてくとか言いかねないぞ。これは俺も興味ないわけじゃないからいいけどさ、実際あのチュンリーさんの戦う相手なら見応えも十分ありそうだ。俺はじい様たちと兄貴以外に負けたことがない。だけど外の世界にはもっと強い奴がいるはずだ。この旅でそんな奴と戦う機会があるなら俺も試してみたい、自分の力を。ヤン、チュンリーさん、もう行くの？ええ。黙って家を出てきてたんですって。だいぶ叱られたんじゃない？そりゃもう。でもいい勉強になったよ。この町の中だけじゃ知らなかったような強い相手にもたくさん会えたし。よかったわね。お、来てたんだ。ちょっとリー・ターレンにご挨拶にね。あなたたちも短い間だったけどどうもありがとう。職探しならまたいつでも力になるぜ。近くに来たら寄ってよ。今回迷惑をかけた上身に思われるから。兄貴がさ。なんでだよ。楽しみにしてるわ。じゃあね。うん、またいつか。